こんにちは、本日で150回目になりました。本日のお題です。昔と今とで一番考え方が変わった点は、150日前には、まあ、こんなことが続くとは思いませんでしたが、一応150日続けてこれたっていうところは、なんか昔に比べると、見ていただく方がちょっと限定されてきてるのが、僕は、まあ、もうちょっと頑張らなきゃいけないなっていうところが思ってます。まあ、そんなことはともかく、昔ってどのぐらい昔にしようかなと思ったときに、自分が一番考え変えたなと思うのは、実は盲腸に十数年前になりまして、厄年の年だったんですが、その時にですね、多分、まあ、昔だったら死んでましたよね。5時間、方向してというか、東京で、気づいて、群馬に帰ってくるまで、5時間ほど死ぬような思いをしながら帰ってきて、で、最後は高崎駅っていうところで倒れたんですけど、倒れて、まあ、救急車で運ばれたんですが、やっぱりもう一回、ある程度死んじゃったかなっていうところがあったんで、やれるところまで頑張ってみようっていうのが昔に比べるとあるのかなというふうに思います。それからの出会いの人生の方が、その前の人生よりもこの10年間めちゃくちゃ長かったし、楽しかったし、まあ、苦労もしてるんでしょうけど、そういった面では、いろいろとやってるなっていうのはこの10年間の自分の、考えです。本日は以上です。